皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、11月優待銘柄、大幅増配期待、国内トップの株というテーマでお話しさせていただきます。今回ご紹介する銘柄は、配当利回りはそこまで高くありませんが、今後の大幅な増配期待もあり、また、11月が権利月の優待銘柄でもあるため、そろそろ面白いのではないかと考え、今回ご紹介したいと考えております。 本日もよろししくお願いいたしますそれでは早速ですが今回ご紹介させていただく銘柄はキーーピーとなりますまずキューピーの基本情報について簡単にご説明しますとキューピーは卵加工食品メーカーとなっておりましてマヨネーズやドレッシングの国内最大手であり特にマヨネーズの市場シェアは約6割と圧倒的な状態となっております。 また市販用、業務用などのマヨネーズやドレッシングの売り上げで国内外で利益の9割以上を稼いでおります。そしてこれは2000年頃からの比較的長期のキューピーの株価チャートとなっておりますが、このように2012年ぐらいまでは株価1000円あたりを推移していたものの、その後株価は大きく波打つような形で上昇しておりまして、直近では株価は急上昇しております。 一方で、これは今年に入ってからの比較的短期の株価チャートとなっておりますが、今年の7月ぐらいまでは順調に株価を上昇させていたものの、その後はやや難聴な展開となっております。また、キューピーの株主優待ですが、権利月は11月の年1回となっておりまして、100株保有で左側のようなキューピーの自社製品を1000円相当もらうことができます。 また3年以上保有することにより500円分増えて1500円相当となります。そんなキューピーですが10月4日の前場終値の株価で言いますと1.3%程度下落しておりまして配当利回りは1.6%程度 PR が23倍程度 PBR が1.6倍程度と一般的には比較的割高な水準であると思います。 時価総額は5000億円弱と比較的規模的な安心感はあると思います。ただ先ほどの優待と配当を合わせた総合利回りは1.8%程度しかなく物足りない印象であると思いますので次に今後の増配期待についてご説明したいと思います。 まずこれはキューピーの配当金の推移となっておりまして、2020年は業績の低迷により一度減配したものの、それ以外は概ね配当金を伸ばしております。現状の配当方針は連結配当成功35%以上となっておりまして、今期の配当成功は約36%となっておりますので、配当方針のほぼ加減の配当成功となっております。 一方でこれは市販機ごとの業績の推移となっておりますが、10月3日に発表された3級の決算内容は売上から純利益までプラスで着地しておりまして、特に営業利益から純利益までは過去最高となっております。また3級までの純利益の進捗率も約95%と非常に高い状態となっております。 これに対して投資家は進捗率が非常に高いにもかかわらず、業績予想を据え置いている点について、業績のピーク感を警戒している状況となっており、先ほどお話したように、高業績であったにもかかわらず、翌日の株価は難聴な展開となっております。専門家は卵の価格の上昇が気になっているようですが、 キューピーは3級では決算説明会を行わない企業であることから、原因は明確にはわからず、少し疑心暗鬼になっている部分もあるのではないかと思っております。ただ、大幅増配を匂わせるようなことは他にもありまして、9月末にキューピーは120億円という巨額な固定資産の売却益の話が出てきておりまして、来期の1級に特別利益として計上するとしております。 そして今期の業績予想の純利益は200億円程度ですので4割程度の増益も考えられる状態となっております。したがって先ほどの配当方針、配当成功35%以上から考えれば大幅な増配もあり得るかもしれません。 ただ、また次の中期経営計画をどこかで発表すると思いますので、配当方針が大幅に変更されれば、この限りではないと思いますが、後でご説明するように、自己資本比率も高いことから、株主還元姿勢が後退することはあまり考えにくいのではないかと思っております。また、業績面でも好転してきていると考えておりまして、 キューピーは昨年業績に苦しんでおりまして、原子材高騰と円安更新、鶏卵不足の30区に見舞われておりました。ただ原子材高騰などに対応するため、キューピーは主力製品であるマヨネーズを大幅に値上げしておりまして、この2年で140円以上値上げしている状態となっております。 また、これは今年の2級における決算資料の一部ですが、鳥インフルエンザからの販売回復が徐々に浸透してきている状態となっております。 またこれは今年の5月ぐらいからのドル円のチャートとなっておりますが、今年の7月頃は162円ぐらいまで円安が進んでおりましたが、そこからは日米の中央銀行の金融政策の方向性の違いから円高に進んできておりまして、直近ではやや円安に戻しているものの、一時期から比べればだいぶ円高に触れております。 したがって昨年キューピーを苦しめていた三重区は徐々に解消している状態であると思います。またキューピーは海外が熱いです。これはキユーピーのセグメントごとの売上高及び利益の構成となっておりますが、このように日本食ブームもあり、海外における利益構成費がとうとう最も高い水準となっております。 また利益率に関しても13%程度ありますので他のセグメントと比べても圧倒的に高い利益率となっております。そしてこれはセグメントごとの事業利益の推移を表しておりますが2021年頃は海外に関して18億円程度の事業利益しかありませんでしたが直近で発表された産休では36億円程度まで伸ばしておりまして約2倍に成長しております。 またこれは3級の単身から引っ張ってきた資料になりますが、このように海外は前年同期比で売り上げが22%程度、利益面に関しては6割弱伸ばしておりますので、まさに絶好調であると思います。 今後さらなる日本食ブームの追い風もあると思いますので、昨年の30区からの解放と海外の好調を合わせて考えれば、次の株主還元方針にもよりますが、今後も増配を続けてくれる期待が持てる会社ではないかと思っております。 それではこのような状況で専門家であるアナリストは今季来季のキューピーの業績をどのように考えているのかと言いますとこのように今季は会社予想を若干上振れると予想しておりまして来季に関しても順調に伸ばしていく予想となっております来季に関してはこれに固定資産の売却益も乗っかることになりますのでかなり面白い展開になると思っております またこれは専門家による目標株価の推移を表しておりまして直近では専門家は目標株価を引き上げているにもかかわらず株価がそれについてきておりませんので乖離が広がっている状態となっておりますそしてその帰りは現状では20%弱ある状態となっております また、レーティングに関しても強気ややや強気が多い状態となっておりますので、専門家としてもキューピーの今後については楽観的に考えている面があると思っております。また、配当金の裏付けとなる財務についても確認しておきますと、現状で自己資本比率は66%程度ありまして、 有利子負債倍率も非常に低く、また準有利子負債もマイナスになっていることから実質無借金の会社となっております。従ってしばらくは配当金の原資に困るような会社でないと思っております。 また会社側は手元資金が豊富であることから今後海外の M&A を進めていこうとしておりまして海外での売上利益を伸ばしていこうとしておりますのでこの点に関しても楽しみな部分ではないかと思っておりますそれではこのような状況でキューピーの現状の株価位置を確認するために簡単に指標面について確認したいと思います まずこれは2020年頃からのキューピーの予想 PR の推移となっておりまして現状では利益成長に株価が追いついていないこともあると思いますがここ2年で見ても5年で見ても比較的低い水準となっておりますただ PR は23倍程度ありますので一般的には割高と言えるかもしれません次にこれは2020年頃からの PBR の推移となっております このようにここ2年で見ても5年で見ても PBR 的な観点で言えば高い位置にありまた一般的に見ても PBR は1.6倍程度あることから少なくとも割安とは言えないと思っておりますまた株の時期を確認するために信用倍率についても確認しておきますと現状の信用倍率は0.9倍程度と約1倍となっております 目安の10倍を大きく下回っておりますし、過去の推移を見てもそれほど高い位置ではありませんので、受給は問題ないと思っております。最後に株の加熱感を確認するために、オシレーター系の冷やしの RSI について確認しますと、現状の RSI は42%程度です。RSI に関する基準はこのような基準となっておりますので、現状は株の加熱感はない状態であると思います。 以上をまとめます。今回はマヨネーズドレッシング最大手のキューピーについてご紹介させていただきました。キューピーは11月が権利月の優待銘柄であり、総合利回りは2%弱とそれほど高くありません。そして PR は23倍程度、PBR は1.6倍程度となっておりますので、一般的に言えばやや割高な状態であると思います。 ただ、キ p ーピーに関しては今後大幅な増配期待があると思っております。キ p ーピーの今季の配当成功は約36%程度となっておりまして、3級までの純利益の進捗率は95%程度あります。もちろん業績のピークアウトの懸念もあると思いますが、 産休で決算発表を行っていないことによる不透明感もある程度あると思いますし、配当方針の配当成功35%以上から考えれば増配余地も十分にあるのではないかと思っております。また、直近で巨額の固定資産の売却をしておりまして、120億円程度計上する予定となっており、来期の1級に特別利益として計上するとしております。 今期の純利益予想は約200億円程度であることから、この固定資産の売却益はキューピーにとっては非常に大きな割合となり、現状の配当方針を忠実に守るのであれば大幅な増配もあり得ると思っております。また昨年は原資材高騰影響、円安更新、 経卵不足の三0区に悩まされておりましたが、キューピーは値上げを順調に進めておりまして、鳥インフルエンザからの回復も順調に進んでおり、直近では日米の中央銀行の金融政策の方向性の違いから円高基調となっておりますので、これらのことはキューピーの業績にとっては追い風であると思っております。 また、キューピーは海外の利益率が非常に高い状態となっておりまして、まさに稼ぎ頭となっております。また、2021年頃からで比べれば、売上や利益の絶対額自体も大幅に上昇している状態となっており、また、世界的な日本食ブームの追い風にもうまく乗れるようなことがあれば、今後の業績も十分に期待できる会社ではないかと思っております。 PR や PBR は一般的には割高水準ではあるものの、特に PR は過去の推移から見ればそれほど高くない状態となっておりまして、また、受給や加熱感も現状では問題ないと思っております。以上から考えれば、QP は権利月が11月の優待銘柄ではあるものの、総合利回りはそれほど高くない銘柄ですので、インカム投資先としてはやや物足りないと思いますが、 現状の純利益の進捗率や来期の巨額の売却益が計上される予定であることを考えれば大幅な増配も期待できると思っております。また昨年の業績の三0区も改善されてきておりまして今後の海外の伸びも期待できることから少しずつ見ていっても面白い銘柄ではないかと思っております。 それでは最後に少しだけご紹介させていただきます。お金の研究所ではメンバーシップを行っております。メンバーシップに入っていただければ、月に1回追加で動画を見ることができるというものになっており、先日までにこのような10本の動画を上げております。 今月に関してはメンバーシップ登録が100名を超えたことを記念してこれまでにアップした10本の動画の最新情報に触れることができる動画もアップしておりますまた9月についてもこのような動画をアップしております さらにこれまで公開してきたようにご紹介した銘柄の投資成績も見ておきますと9月25日の終値時点でご紹介した銘柄の配当込みの平均リターンが8.5%日経平均のリターンが3.9%という結果になっております ペットボトル1本程度の金額でこれまでアップした11本の動画をすべて見ることができさらに最新の情報にも触れることができる機会となっておりますのでもしご興味があればよろしくお願いいたしますなお投資は自己責任でお願いしますご視聴ありがとうございました動画作成の励みになりますのでぜひチャンネル登録高評価メンバーシップよろしくお願いいたします